はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回はね、3アカウント使ったおはじき無課金攻略妖怪学園 Y、メインアカの方がね、モヒカンゴロだけで9回終わったんで、サブアカもね、やっていきたいと思います。ちなみにサブアカはね、これあれだね、時空心当たったんだね。でサブアカもガシャダメだったんで、とりあえずね7回、ただなんとかかき集めてモヒカンゴロはね技レベルマックスにしたんで、これでちょっとね種族効果2個か、やっていきたいと思います。はい、倒しまして、はい、来ましたね。7やっていきましょう。最初は3番目のアカウントからやりたいと思います。というのもね、3番目のアカウントが57の6回で、元気ドリンクがね破格の25個、さらにドロップしたんで、1個2個追加で、なんとね27個、これはすごいよね。17個ドロップだね、10個交換ということでやっていきましょう。このアカウントから先にやります。次にね2番目のアカウントやります。一応さっき最初紹介した通り、ゴリラが、まあね、ウォッチもないようなアカウントだからね、これでただかき集めて技レベルはマックスゴリラです。まあ今回はね2番目のアカウントもやるんだけど、最初はね一応全アカウントのトリプルゴリラアタックをお見せしたいなと思います。ちょっとどうだろうな、あーしまった、忘れた、バイモラエル使うの忘れました。ちょっともったいないけど使います。バイモラエル使うの忘れた、もったいないことしちゃったな。しかもなんかミッション来てるし、500アイポイント損したかな。あーいいね、まあ27個あるんでね、どんな感じで6個で倒せればいいな。6、8、13ぐらいで倒せるといいかなと思ってますけどね。ちょっとバイモライル使うの忘れちゃったよ、使うのやめようかな。4500たまりゃいいんだよね、なんでちょっともったいないけど後で使いたいと思います。542かな。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントでまだね、やってないです。この後にやろうと思います。19個なんだよね、だから9回目までギリギリいけるか分からんね正直。でもこれで、あ、これで2桁ドロップですね、2個落ちた、なんでこのアカウントも捨てたもんじゃないですね。21個、いいじゃん、21個いいね、やっていきましょう。まあ、このアカウントちょっとゴリラ技レベル5なんだけど、ちょっとまあガシャ次第だな。ちょっと今回7をこの2番目と3番目両方やれば一応 Y ポイントね、4500貯まると思うので、8、9やる前にね、ラストチャンスガシャ10連回したいかなと思います。ちょっと最初失敗しちゃったな、倍もらえる使えるのかな、まあ、もしかしたらなんか刻むかもしれないけどね。ゴリラトリプルアタック、まあこれぐらいね技レベル5でも3万ぐらい出てくれるとありがたいね。で次にねこの2番目のこいつやった時はもうあの倍もらえる使いたいって言ったんです。もったいないけどね、そうしないとねガシャ引けんのよ。まあ、4個あるからいいかなって感じ。20連引けたらねまたもう1個倍もらえるもらえるけどね、まあ、そこはしょうがないかなという感じで、いい削りを見せてくれましたね。じゃあメインアカウントいきましょう。
素晴らしい削りだね。はい、メインアカウント戻りました。メインアカウントはね、もう9回まで行ってます。元気ドリンク2個残りました。なんかでもね、結構使ったんだよな。5、6、10、12使ったんだっけ、ちょっと忘れちゃったな。もうまあでも結局ガシャなしでね、ちょ22個使ったんだよね。ちょっと待って、こっちだな。22個ってきついよね、普通の人。ちょっと技レベルマックスで22個使ったって無課金でゲットするの相当大変だなっていう感じはします。技レベルマックスだからね。まあ普段ね、もうサブアカはもうおはじきと気まぐれゲート専用で、他はあんまり周回しないんだけどね。だから結構秘伝の書は貯めといてるんだけど、それでもね、アザルベマックスかなりいかないからね。ああ、結構いっちゃったな。半分ぐらい削れたぞ、ラッキーですね。なんかね、ここ最近ミッション結構来るんだよね、いい時に。最初のね7やった時に結構ミッション来なかったんでひよっちゃったんだよな。それが失敗だったな。かなり時間を作ってしまった。まあでも2個ね余ってるんで、ちょっとこの後のサブアカのね8、9の時にまあ出動させるかなって感じですかね、このメインアカはね。はい、いい削りでした。半分近くドリンクなしで削れましたね。じゃあ戻ってね、最後やっていきましょう。はい、ちょっと私最初使うのミスっちゃったんで、今回倍もらえるなしにしようかな。3個、このアカウント3個しか持ってなかったから、8、9で使うからね、ちょっといいや、やめときます。まあちょっとミスっちゃったしちょうどいいかなっていうね。残り27個あるんで、これでね、最後の一発だけご紹介したいと思います。はい、そしたらね、いい感じに削れてきたんで、ラストね一発やっていきましょう。だいたいまあ失敗すると2万から6万って感じのレンジかな。23個目27、26、25、24、23、5個で済んだんだ。まあ、サブアカの助けよかったからな、他のアカウントか。5個利用で倒せたら助かるな、切るかもしんないな。黒鬼が強いんだよね、このアカウント。6発目だよね、フルパワーから始めてるから助かるな。まあ倍もらえるも使ってねえし、さあこれで締めたいぞ。ミッション OK、 パーフェクトか。あーでも最高ミッション来たね、これの時が一番稼げる。よいしょ、真ん中がやっぱミッションになりやすい気がするけど、はい、5枚いきましたね。これ最高パターンだね。なんでミッション行かないとね、2万の時もあるんだが、まあ最高でこのまあ6万かな、やっぱサブアカだからな。はい、という感じでちょうどよく4500も貯まったし、おお、やった、元気ドリンクもう1個ゲットしましたね。これで18個目のドロップですね。はい、一応今回ね、メインが13個、さっきサブ2番目がね11個目のドロップで21個あったもんね。でそれで今回18個目のドロップになりましたね、元気ドリンクね。5個で済みました。27個あったけどね、うん、いい感じですね。はい、というわけでとりあえずね、このアカウントもメガモヒコングゲットということで、はい、じゃあ次ちょっと2番目のアカウントねやって、そうすればねワイポイント貯まるんで、その後ねガシャやって8、9やりたいと思います。じゃあ次2番目のアカウントいきます。はい、そしたらね、はい、そしたら今度はね2番目のアカウントいきたいと思います。今度はねちゃんとバイモラエル使いたいと思います。2番目のアカウントはね、
元気ドリンクは21個11個ドロップしましたね。はい、ということでやっていきましょう。56回倒したかな。で、2番目のアカウントはもう見したよね。なんで一発打って、それでカットしてね、最終戦行こうと思います。こっちか。はい、じゃあ行きましょう。まあね、ちょっと火力がないかな。技レベルは一応ね1個上げました、6まで。なのでミッション来なかった。ミッション来ないとどんな感じだろうな。結構弱いよね。2万球。よいしょ。はい、こんな感じでやりましょう。ちょっと前回見したからね、他のアカウントの助けはちょっとカットしたいと思います。ちょっとね火力が弱いよね。でここからね21個ね、全部使わないけど、はい、ここから元気ドリンク使ってやりたいと思います。じゃあ最後の一発までねカットしたいと思います。はい、結構ね厳しいね、ミッションが来なかったね。なんでちょっと元気ドリンク使っちゃったな。15個だから20、21、20、19、18、17、16、15、7個使っちゃったな。7個は痛い。8発目ってことだ。ちょっとな、本番9いけるか分かんないなこれ。まあちょっとね運もなかったな。もうちょっと運があればな。他の2アカウント手伝った時もあんまり運もなかったので、まあちょっとラストね、これでワイポイント溜まったんで、今から来たなミッションが、ガシャ引きたいなと思います。まあとりあえずね7クリアになります。まあ15分もね半分残っててもったいないんだけど、クリアかな。478ポイントゲット。まあこれで10連分ねいけるね。まあ3236稼げたかな、ワイポイントはね。まあ3000稼げればいいかな。はい、ということで一応ただね、まあ元気ドリンク結構使っちゃったけど、7個使っちゃいましたね。ただモヒカンコングねゲットということで、とりあえずね、3アカウントメガモヒコングはゲットしました。一応メインアカウントもね元気ドリンク少し残ってるので、はい、まあちょっとこのままね8、9、3アカね、あと2日間あるので、最後ね無課金でゲットリトルコマンダーまでゲットなんとかやっていきたいなと思っております。ちょっと厳しいかな。はい、じゃあ今回はこんな感じでした。今回ねようやくメガモヒコングねダブルゲットしましたんで、ちょっと倍もらえる Y もね8、9それぞれね両方やっていきたいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは。
うん、まあなんとかなるかな。最後まで頑張りたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。そう、ガシャがね当てればと思います。